さて、ブリガムダイン・ルーナ・ジャス戦記ガイムール・ハート、前回ここをクリアしたんだな。さすがに無理か。どこにも入れ替えようがないんですけど、こいつを入れたい。いや、こいつでもいいかな。35。20 ダメだね。お、なんか奇跡的にうまくいった。他にちょっといるモンスターをこういった回収しに行くか。ほう、モンスターここか。すげえ、デフォルト20で来るのかよ。ごめんごめん、マジか、デフォルト20で来るのかよ。うわ、オーバーしてんの？マジか。うわぁ。260。じゃあこいつに戻せるか。
じゃあ竜ね。お、これやべ。これは正義の兜だな。 MP とか下がっちまうが、これやべえだな。これもう一人入れられるか。まあこんなとこか。正義のカウントはやばいな。お？ああ。そういうことね。トーマの八金か。行きましょうか。間に合うかね、味方が。最奥まで下がろうか。
最奥まで下がる必要性はなかったな。もう一歩ずつ下がろうかな。油断せずに行きましょう。見せてくれる。まあ実質2部隊で何とかしなきゃいけないってことだな。多分これだ。最高だね。負傷者の治療も見落とさないようにしないと。クバードの力見せてやる。待機でいっか。多少は仕方ねえんだろうな。気絶か。
油断せずに行きましょう。強いな、こいつら。魔法耐性がついてるのか。この攻撃、一味違うわよ。指示に従え。やべえかな。油断せずに行きましょう。さあ、耐えられるかしら。指示に従え。やったね、こっち来てくれた。最高の式を見せてくれる。
油断せずに行きましょう。なんか攻撃減るんだな。この攻撃一味違うわよ。バードの力見せてやる。この式を見せてくれる。いけたね。敵はおじけづいてる。今よ、この攻撃、一味違うわよ。こいつでフィニッシュしたいな。これ無理だよな、こいつで倒すの。どう考えても無理だ。ラスワンだな。ホコリのアミュレット、された遺跡。
ザイで合ってたよな。どっちかは入れたい。入ってしまった。うん、いけるかな。上をこいつらだけでやろうという。何度も失敗してここに行きましょうか。力上げんのかこれ。あんま変わんねえな。パッパッパー。さらにもう一人いけるか。必殺の腕は。これでしょうか。 MP が増える。いやこいつだ。すまん。カーフとか経費プラス 30%。 あーでもさ、あー
ああでもぴったりいけんだな。サーバンハットな。サーバンハットで誰装備できるんだろう。人雷あ、迷っちゃった必殺こいつな、ちょっと微妙だな、これな、そうなると。必殺を持ったとし、でも いやありか、こいつのはありだな。これでここのあれがグッとくれば、かなり強くなる。ここが一番強い、強かったんだな。そして下はここをこいつだな。 B をどうするかだな。ここでもう迎え撃つのは確定で、油断せずに行きましょう。あれどういう状態それ。ブラックバードの力見せてやる。
みんな遅れるな。これは受けだよな。どう考えても受けだ。分かれた。バードの力。あ、間違えた。まあいいか。このリザードマンがクソ強いんだろうな。マンがマジやばいね。みんな遅れるな。せよ。うわ、ミスった。ああ終わった。これは終わったわ。2体持ってかれんな。治療も見落とさないようにしないと。強っ。この攻撃一味違うわよ。マンがマジ強いなんだな。どうしようかな。さっき間違ったの痛かったな。
ックバードの力見せてやる。ふっ、ピエサさんは手が出てるな。いやー、2体持ってかれた。リバイブストーンはまだまだある。せずに行きましょう。まあここはなんとでもなるな。もう敵はおじけづいてる今よ。さあ耐えられるかしら。ブラックバードの力。ブラックバードの力見せてやる。はっ。三体持ってくれたか。油断せずに行きましょう。ブラックバードの力。ふっ。ゴーレム持ってかれっかな。まだだ。大丈夫そうだ。
行きましたな。最高の指揮を見せてくれる戦士。誰よりも強くなる。敵はおじけづいてる。今よ。いっ。見せてやる。まだだ。ブラックバードは強い。効果もある。油断せずに行きましょう。それで石化したのか。倒しちゃった。さらに難しいの出てくるか。マジかよ。マジか、やっぱもう一個あったか。まあ一人移動させるか。でもあれだな、一個だけだ、ここだけだ。あれ？ああ、ここか。なんかいろんな人の奪っちまった俺。そんなことはない。
まあこんなもんか。ついに、さすがにもうこれでラストでしょう。今いるやつらみんな上がっちゃったってことこれ。ミッシングリンク。へえ。クラスチェンジだって。デュラントル。正義のカプターが欲しいけど、誇りのアミュレット。ああ、遠回りか。誰クラスチェンジ。ああこいつか。ミッシングリンクを使えば、例えばこの辺とかも、ああいきなりいけるってことか。確か成長のだよね、要素が上がるから早めにクラスチェンジした方がまあ強くはなると思う。かといって今更なんだけど、ペガサスだしな。フェンリル、これじゃあげるものもないんだよ。こいつをインシェントドローにするとか、そのレベルだ。よし、じゃあ行こう。55。わあ、間違えた。55ってのはボスだった。間違えた。30。
あー、マナを食らうと、ゾワール。何これ、リッチだ。リッチーって言ったら、リッチーってあれの1個上だっけ。いや、グレムリンだな。リッチーってどうやってなんだろう。あれだな、ここを倒すとできるようになるのかな。レブナント、レブナントって何？レブナント。レブナントなんて言ったっけ？レブナントって何？なんかいたっけ、そんな覚えたな。セイレーンだよ。まあいいや。うん、とりあえず行ってみよう。38,000。これクソきついんだけど。こんな並びならまあまあ、こんなのあったんだ。ライフドレイン。あ、ネクロリバース。まずこのネクロリバースの野郎をやらないとまずいんだな。これが HP がわからんのか。まずネクロリバースからだな。負傷者の治療も見落とさないように。外行動かよ。な、取られた。あー、これあれだな。
自分から攻めに行かないといけないんだ。行きましょう。あれはまずいからこのぐらいにしとこうか。ブラックバードの力見せてやる。フッ。これウィッチやばくね。速攻いけそうなんですけど。と思ったらそうでもねえのか。30か。打ちかましてみるか。最高の指揮を見せてくれる。せいっ。うっそ。は？なんで今 100% じゃなかった？敵はおじけづいてる。今よ、一斉攻撃。さあ、耐えられるかしら。まず安全に。ダメージ与えてる。いやー強っ。これで1対1だな。クソ強っ。なんじゃそりゃ。こりゃ参ったな。俺の指示に従え。こりゃ参ったね。
まずでも周りからやなきゃダメかこれ。邪魔すぎて話になる。一発来るかなこれ。いや来ないな。ミスするな。うわあ、こいつ MP 今回復しやがった。それがこいつのあれか。一斉攻撃。どこだっけ？石化か。石化か。ブラックバードの力見せてやる。最高の式を見せてくれる。参ったねこれ。まあこうしてでも行くしかないんだ。油断せずに行きましょう。さあ、耐えられるかしら。
力見せてやる。ふっ、あー次で食らっちゃうのか。わーこれ参ったな。ダメじゃん。あー最高の式を見せてくれる。魔法も心得ている。何人か死んだとてやるしかないってことね。ここが勝負どころや。油断せずに行きましょう。この攻撃一味違うわよ。わお。まあそうですよね。お、でも残り212ってなってんだ。ブラックバードの力、ブラックバードの力見せてやる。いった。我らの誇り。ゾワールの涙。マジかよ。あ、遠回り君、マイナス400って。あー自分で回復できるようなやつがいればな。それなりにあれなんだろうな。強く死んな。Thank you.
さてここまで来たな。あとここだけだな。ここいけんのかな。はい、君か。一旦ここでちょっとあれして、それから行くか。ね、ラスト次で。